少し前中文駅をのとこへ行って、そして中文沼を通ってここに地北駅でいいでしょうか、読み方ね、周りに家は一軒もないけどあるのかな、はい、リフカ名寄線道道252でしたかな、ちゃんと見ませんでした。鉄道が全てで車ない時代、今は鉄道に乗ったことないっていうね、そういう子供さんがいたりするわけだ。252折り返して右に左に行くと思うんだけど、そのままその右の方山行ったら、さっきねどっかにニュープに行ける道だって書いてあったんですよ。ニュープっていうのはね、リフカから山中行く道ね。ニュープっていうところへ行く道とは別な道ですね。私分かってないな、ちゃんと。変だな。まあいい。